はい、OK です。ありがとうございます。お疲れ様です。小島さん、お疲れ様です。ああ、お疲れ様です。ちょっと前回やったら、はい、めちゃめちゃ評判良かったんですけど、前回今日の星葉さんのコーディネート教えてほしいと、コメントがちょっとたくさん入ってまして。あ、本当ですか。撮影終わりですいません。いい、今日のテーマをちょっと教えていただけると。テーマ難しいな。なんだろうな。変形セットアップ。アウターはどこのですか。これね、ランバンコレクション。あ、もう上下そうなんだけど、セットアップっていうとどうしてもテーラードジャケットに、テーラードパンツっていうか普通のパンツにっていうので、なんか T シャツとかニットとかっていうイメージあるじゃない、はい、いわゆるスーツの形みたいな。だけどこれスーツじゃないんだよね。そうですね。なんか大きいポケットが2つついて、どっちかっていうとワークジャケットみたいな。へえ。なんかシャツジャケットとか、うん、オーバーシャツなんて言い方したりもするんだけど、はい、だからちょっとセットアップじゃない、普通のテーラードのジャケットとテーラードのパンツじゃないセットアップで、でもこういうセットアップもあるよねみたいな感じで、ちょっとリラックスしたスタイルみたいな。だからジャケットはなんか着たくない、だけどちょっとだけきちっとしたい、だけどカジュアルになりすぎないっていうところだとちょっと面白いかなと思って。これフランネルなのね、生地が。あ、フランネルってちょっと起毛してる感じですか。そうだね、フランネル素材の、まあ、本当に軽い襟の形とかもちょっと面白いんだけど、かわいいですね。レギュラー、そう、ほんのちょっとね、かわいいんだよね、形がね。でダブルポケットのパッチ&フラップがね、ポケットがついてて、まあ本当ワークジャケットみたいな感じだよね。だけどフランネルで作ってるから、ちょっとほんのちょっとエレガントな感じもするというかね。へえ。上下一緒です、素材は。本当ですね。そしてローファーはデュカルスっていう、デュカルス、イタリアのブランド。へえ、うん。ちょっとプレーン等で、やっぱりちょっとなんかユニフォーム感がある感じというか。で中は黒のクルーネックの普通のニットというかね、なんかそんな感じです。テイスト的にはちょっとフレンチっぽいんですか。うん、そうかもね。ほんの少し、あんまりフレンチすぎると俺になんか似合わないんだけど、このぐらいだったら着れるかなと思ってちょっと着てみました。これね、パンツがちょっと特徴があって、ワンプリーツなんだけど、ここにプリーツが入ってるんだよね。あ、面白いですね。ポケット手入れるところがちょっとかっこよくて、でベルトで締めるって感じかな。なるほど、すごい、かっこいいですね。これ着て星葉さんだったらどこ行くんですか。うん、ちょっと遊びに行く時とか、とか美術館行く時とか、音楽聴きに行く時とかも行く。ほんのちょっとだけ崩していく感じ。なるほど。なんか誰も着てないような感じだけど、ちょっとカジュアルな感じでいいかなと思って、少し、ね、オーバーサイズで着れるのもいいかな。いいですね。サイズは星葉さん M サイズぐらいですか。そうだね、 M ぐらいで。ちょっと試してみたいと思います。ぜひぜひ。多分今日で言うとカメラマンのジョニー君とちょうど似合うんじゃない。あとで着てみてください。よかった。むちゃくちゃ似合うと思う。すっげえアーティスティックだと思う。アーティスティックな職業の人とかも似合うかもね。なんかカメラマンとか、デザイナーとか、あとグラフィックデザイナーとか、映画監督とか、そういう人来たら結構ハマるかもしれない。なるほど、はい、ありがとうございます。勉強になりました。